簡単な操作方法を説明します。まず操作は全部この部分のタッチで、操作が可能です。3秒間押すと電源が入ります。はい、現在 Bluetooth つながっておりますので、1回タッチすると音楽が流れます。もう一度タッチすると音楽が止まります。MP3 との切り替え方は4回タッチします。それで切り替わりました。もう一度 Bluetooth に戻すときは同じように4回タッチします。それで Bluetooth に戻りました。充電はこちらの専用の充電器を使っているので、ここがマグネットになっておりますので、つけていただいて、こちらの USB ケーブルをアダプターに直接つないでいただいて充電できます。それから水中で使用する際はこちらの付属のキャップをここにかぶせてください。付け方なんですが、ここに穴が開いてますので、これをこちら側に回していただいて、こういう感じでかぶせていただくと水中で誤作動を起こしづらくなります。